美穂さんもこうやって実はお話しさせていただくの、はい、僕初めてなんですよ。初めてです ね, ね。いや本当あの私の身内姉であります吉田愛子が日頃大変お世話になっております。いやこちらこそです。本当 に, 本当に愛子ちゃんには大変お世話になっておりまして、なんかねだからあのその愛子さんからの、ご紹介のね高橋美穂プロよそ行きな感じ。いやだからもう本当に今日はたくさんいろいろね、はい、お話聞いていきたいと思います。引き出してください私を私の姉愛子と今美穂子さんは何をされてるんでしたっけもうあのダンスをしてダンス友達全員女子プロゴルファーですよね。はい、そうです。だけれどもダンスユニット、はい、ダンスユニットを、まあ、組んでまして、主にミュージックは何で。倖田來未ちゃんの曲で。これもともと美穂子さんが倖田來未さんは大好きその内田ことこプロが、はい、いてですね、はい、まあことこプロが倖田來未ちゃん大好きで、でそれで教えてもらって、はい、でそっからそのライブ DVD をもう見た時からもうあの一目惚れをして、それでこれをやりたいって言って、そっから火がついて始まりました。すごいですね美穂さんがセンターで歌う担当、踊りながら歌う担当。もうクーちゃん担当私クーちゃん でクーちゃんで、はい、愛子ちゃんがみなみちゃん。みなみちゃ ん, ちゃんいらっしゃるんですか。バックダンサーでみなみちゃんっているんですけど、みなみちゃん で,、はい、で内田ことこプロが会長ちょっと待ってください。なんかややこですね、うん、いや会長さんなんですね。そう会長っていう、はい、あのバックダンサーの方が会長という方です。はい、倖田來未ちゃんのバックダンサーでいらっしゃって、でそ の,、はい、あの役割分担ですね私はクーちゃんで、はい、いや本当全くねこれあの聞いてる方もあの高橋美穂子プロにそんな印象を持ってる方って本当少ないと思う。これどっかってであの美穂さん SNS とかやられてるんですか。してません。いやこれどっかで流した方がいいですって。いやいいんです。もう女子プロゴルファーが踊る倖田來未キューティーハニーとかで絶対出した方が僕はいいと思います。もう自分の自己満足でいいんです。あのストレス発散なので。しかもプロアマとかにも呼ばれるんですよね興行としてちょっとそういう、はい、あの枠を設けさせていただいて、はい、いや新しいこれねなんかきっかけ、はい、それがきっかけになってね女子プロの方々がなんか、まあ、なんかちょっと歌ったりとかあるかもしれない。そうですね、うん、違 う, こう楽しみというか、ね、はい。ではまず簡単にプロフィールの方だけご紹介させていただきます、はい。高橋美穂子プロ1977年11月4日生まれの福島県福島市出身、はい。で同年は、これ同年でしかもプロテストも同期という大山志保プロ、はい。そして、まあ男性ですけど星野秀正プロ、はい、すごいですね。名だたる、はい、学生の頃からアマチュアもうね難関と取られてる。すごいですよね、はい、星野秀正さんとはその高校も同じですか。そうです、そうです、ね、仙台育英で、同じクラスメートでした。へえ、なんて呼んでたんですか、うん、ちなみに。秀ちゃん星野さんに秀ちゃんのイメージないなあ、そうですか、ね、結構ね小面な感じ。いややっぱまあクール、ね、クールな感じ。で、出身校は先ほどね、おっしゃってました仙台育英学園高等学校、はい、この当時はもう本当 今ってどうなんですか。今ねもうゴルフ部なくなってしまいましたね。うん、残念ながらもうこの当時はもうすごい強豪校、このゴルフのもう時はそうですね盛んに、ね、まあ人数もたくさんいて、うん、そうですか。そこをまあ、出身ということ で,、はい、でプロテストは2000年に合格されて、これは3度目のプロテストにて合格という、はい、そうです、ことですね、はい、はい。まあなんか結構ね戦績、アマチュアの時の戦績も本当東北ジュニアゴルフ選手権、優勝されてたり、あとはもう2年連続でナショナルメンバーにも選出されてたりとかで、まあ、本当、はい、もういわゆるエリート街道まっしぐらで、いえいえいえそんなことないです。アマチュアゴルファーやられてきて、でもテストはやっぱり別物だったっていう感じですか。テストは3回目ですもん ね。なかなかスパッと一度でいかなかった、うん、どうですか覚えてます、そのプロテストの、うん、美穂さんの時ってもうそのプロテストと QT がまだ別々の時代。はい、別でしたね。だどっちも受けてたんですか。どっちも受けました。プロテストを受けて受かっ
て、統一予選会っていう名前だったんですけど、はいはいはい、でそれで、前期と後期と2部に分かれてて、で、それを両方受けて、で前期の方は初めて受けてダメだったん、資格取れなくて、プロテストなって最初の初年度の QT 前年がダメだった、はい、ダメだった。で後期の方に受けて それをパスしたんですね。その後期、前期後期って分かれてるのは、はい、あれですか、その、日程もかなり違った時にやるんですか。1年間を通して、開幕戦から夏場ぐらいまでなんですよね。7月までが前期、はいはいはい、ちょうどその私が出た時でゴルフファイブレディースっていう試合が、はい、まあ、7月からあったんですけど、そこから後期で、そこからもうあの秋の試合まで、あの出れる15、6試合ぐらいだったんですけど。じゃあ当時もトータル年間でいうと30試合ぐらいは。そうですね、30あるかないかぐらい。賞金額でいうとどうですか、今と比べると。優勝賞金とか。優勝賞金も当時1080万とか。あ、やっぱりまだそこまで高額になってない時代の、まうん、はい、じゃあシード選手になれるのも、まあ1000万超えたらいけっかなぐらい。そうですね、の時代。で その後期で出て結構バーッと、まあいい成績出せて、はい、それでシード取れたんですよ。1300万とかぐらい。はあ、すごいですね。だったと思うんですけど、はい、それでシード獲得できて、次の年フルで出れたんですよね、はい、で優勝、アピタサークル系サンクスレディース、ね、2002年、サークル系サンクスレディース。今もうね、このトーナメントはなくなっちゃいましたけどね。あ、はい、これもう今はやってるやつなんですね、はいはい。最後一個だけ僕の個人的な質問なんですけどあのゴルフを始めた時からグローブを一切してないっていうのを、まあ、僕調べたら出てきたんですよ。あ、はい、これ真実ですか。これ真実です。なんでですか。まあ、小学生から始めたんですけど、はい、その時、まあ、福島でゴルフやってて、で教わってる先生も手袋をしないプロで、はい、周りの方もみんなグローブしないんですよ。だからもうないものだと思ってやってたし、グローブをつけるも見かけたことがなかったです。もう当時ジュニアの頃に。そう、ジュニアの頃に。だから、まあ、こういうもんなんだなと思って、まあ、分からずにやってた次第で今に至る。もうずっとツアー出てた時もグローブしてない、うん、してない。いや、ずっと。でも不動優里さんとかもグローブされませんよね。当時そうですね、一緒に試合出てた時はされてなかったと思います。そうっすよね、うん、でも今はなんかしてるとかしてないとかなんかチラチラ、はい、する側に回ったんですね。する側になんかちょっと。でも美穂子さんはしない側でずっと。そうですね、なんかずっとしてないですね。すごいですね。でも本当こう汗でこうグリップ動いたりとか全然そんなのもなく汗ねかかないんですよ、手には。なんかうん、だから滑らなくて、逆になんかちょっとこう水で湿らせてなんかこう握るとか、なんかそんな感じで。当時グリップは何使ってたんですか、なんかこだわりの。当時グローブにもうそこしないんだったらグリップはめちゃくちゃこだわるでしょ。もうあのタコの吸盤みたいにねグリップではないんですけどないかいベルベット。あ、もうオーソドックスの、もう王道の、あれをずっと好きで。マジですか。あんなの絶対滑るじゃないですか、汗かいたりして。あとは雨の日とかもトゥルントゥルンになっちゃうじゃないですか。そうですか。私は大丈夫。すごいっすね。それでもなんか能力ですね。一つなんでしょうね。いや、まあ、なかったから、もうなんかそういう環境で育ったんでそういうもんだと思って滑らないようになんかやってたんですかね。すごいですね、うん。まあ、あったと思いますけどね。あったかな。当時からグローブはね、あったと思いますけれども、はい、はい。まあ今回、はい、第1回目ということで、はい、こんな感じのね、少しちょっとこうエンジン上げていくぞみたいな、トークでございました。せこせこ、はい。次回2回目、はい、次回では、いろいろとですね、まあ、ツアープロとしての美穂子さんの
いろんな思いで聞いていけたらと思います。はい、なるほど、はい、次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。